失言が騒動となっている静岡県の川勝平太知事が4月10日にも辞表を提出する見込みとの報道が出ました。ことの発端は4月1日、川勝氏が静岡県の入庁式で職員に対して野菜を売ったり、牛の世話をしたり、物を作ったりとかと違い、皆様は頭脳、知性の高い人たちだとスピーチしたこと。この失言は猛烈な批判を浴びて、翌日には 辞職を表明しましまた炎上社会の現代は言葉遣い一つで身を滅ぼすことにもなりかねません。なぜ政治家や経営者などの舌下はなくならないのでしょう。また、自らの発言が意図せず批判を浴びたときはどうすべきかを考えたいと思います。暴言主張といえば、舌下といえば思い出されるのが、自らの発言で2回も市長職を辞した泉房本明市長。 職員への恫喝的な激しい叱咤や市議会での脅迫発言など、後に暴言主張とタイトルに入った評伝が出版されるなど、川勝知事が注目を浴びるまでは、暴言主張といえば、泉氏が有名でした。パワハラ行為にはひときわ厳しい批判が集まる昨今、泉氏の暴言が報道された時には激しく、バッシングされました。一方で、 明石市政での泉氏の実績評価は高く1回目の辞職後には市長選挙に再出馬したところ圧勝するという世論の支持を受けたのですしかしながら自らに対する問責決議をめぐって再び暴言を吐き辞職したという権威があります再度の暴言での辞職後も泉氏の推薦を受けて後継者となった丸谷聡子氏が圧勝して市長に選出 泉氏は退いても起こしても世論の支持を受ける珍しい存在といえます東大での弁護士であり元衆議院議員でもある超エリートの泉氏ですが実はそれほど裕福ではない漁師の家に生まれ育ち県立高校から東大へと進み猛勉強の抜学非免除を勝ち取った苦労人だと明かしていますそういった生い立ちがどことなく憎めない雰囲気や人柄に表れているように思います 最近は、バラエティ番組などでも見かけるようになったくらい、出現で失職した主張とは思えないほど引っ張りだこ。4月6日には、多くの人気タレントを擁する芸能プロダクション、ホリプロに所属したことを、自身の XQ、ツイッターにて発表しました。一方、今現在、多くの批判を浴びている、川勝知事。早稲田大学生経営学部卒で、オックスフォード大学から Ph、PhD。 日本でいう博士号を取得、早稲田大学教授静岡文化芸術大学学長と華々しい経歴を重ね静岡県知事に就任しましたそうしたバックグラウンドが影響しているかは分かりませんが川勝氏による県入庁式での職業差別とも取れる暴言はどことなく上から目線であることを市民に感じさせ激しい批判にさらされました 川勝氏といえば国家プロジェクトであるリニア計画の静岡区間事業に対して頑強な抵抗を見せて何かと注目される存在このリニア計画への抵抗姿勢自体には様々な意見があり批判だけでなく支持する声もありますが現入庁式での暴言は大批判一辺倒となりました擁護の声は全く見られません失言が本音だったと解釈される危険性 フロイトは、古典、精神分析入門において、言い間違いのような錯誤行為は、ただのミスではなく、心的葛藤であると述べています。つまり意図せず言い間違いをしたとき、本音が隠れている、可能性もあるという意味です。川勝氏の場合はどうでしょうか発言が問題となってからの最初の釈明会見では、川勝氏は、謝罪や、発言の撤回はせず、4月3日に謝罪、5日に、 発言撤回、自身の非を認める姿勢は見えませんでした。発言は切り取りであり、誤解と釈明し、自らの発言を、職業差別と捉える人がいる、職業差別であるというふうに理解する人が急速に増えているが、これは不正確と言い訳に終始。これは謝罪とは全く異なるものです。謝罪というよりも、自分の発言を曲解する方が悪いという説明です。 自意表明についても、最初は、あくまでそれは隕石ではなく自らの仕事の一区切りであるという趣旨でした。そうなると、フロイトの言うところの、心的葛藤による、つい湧き出した本音どころか、言葉通りの意図をそのまま発したと、解釈されてしまいます。知事職を辞する表明に追い込まれたのは、失言で燃え上がった、炎上の火消しが失敗したからと見るべきでしょう。